おはようございます。おはようございます。ね、まあそんなこんなでですね、まあ拉致を逃れて大学院辞めて、まあ、放浪生活が始まったわけですけども、まあ幸いなことに、まあ物を書かせてもらえれば結構、まあ、作っていけたのでね、それなりに、まあ、書けてました。で、大学の頃の同級生っていうのがなんか突然同人誌をやりたいって言い出して、で東京でやってて、で目玉の原稿が欲しいということで、まあ、僕が最初に韓国に行った通信というか、ルポを書いたわけですよ。それを見た北朝鮮系のある編集者が、接触してきたんですね。で、とにかく書いてくれ、なんて書いてくれってことで、まあ書いて。で、まあ、付き合いがまあちょっとできたわけなんです。で、まあ酒飲みに行ったり、何度か原稿を書いたりとかいう形で、まあやって、でも一緒に本も出しました。在日系の本も、まあ、出して原稿料もらって、盛大なパーティーも出て、まあ、これでなんかいいことあるのかなと思ったんですけども、ただもうやっぱり韓国人朝鮮人が3人寄ると4つ派閥ができるっていうくらい、もうやっぱり中ですぐ分裂するんですね。で、まあ、彼は僕に知らせたかった方は、まあ、結構日本人のジャーナリストとして、まあ、日本でのジャーナリストとして本もたくさん出していくような、書籍していく人に行った方なんですけども、そうじゃない人から妬まれて、やっぱりどんどんもうこっちにはあの人にいくつくな、こっちにはつくなとかいう感じで、もう変な情報ばっかり来るようになって、まあ四分五裂して、その本はもう手に入らない本になってしまったんですね。で、そのうち明らかになったのが拉致なんです。で、拉致に朝鮮人組織だけではなくって、日本人も関わってるんじゃないか。日本人が手引きしなきゃ絶対できないようなことをやってるってこともだんだん明らかになってきて、で、まあその組織も、まあ見て、まあ僕も、まあ、びっくりしたんですけれども、その愛媛での活動の、まあボスみたいなのは、やっぱり僕らを接触してきたやっぱボスだったんです。で、そういう流れがもう全部見えてきて、もうこれはやばいと思ったわけです。で、まあ、接触できるところ範囲で、在日の人らに事情を聞いて、で、ところがみんな非常にもう、前まで仲良くしてくれたのに、もう、拉致があり、で、その、拉致の計画っていうことがあったってことに話が及ぶと、もう、一切沈黙で、話もしてくれなくなって。で、まあ、僕自身がもうちょっと韓国とか北朝鮮付き合うのにちょっと疲れてしまって、まあもう今に、全く付き合いもなく今に至るわけですけれども、まあ今思えばもっと話を聞いておけばよかったなと思ってます。というのも、愛媛でのその一番元にいた方が、やっぱり去年おととしかに亡くなってるんですね。で、まあ、あの時の意図は本当は何だったのかっていうことをやっぱり聞きたかったなとは思います。ただもう喋るかどうかは分かんないです。だから死ぬまで北朝鮮の核はアメリカの恫喝によって作られたものだとか、とにかく、まあ、朝鮮連合っていうのは事実だったなとか、もうそういう本もたくさん自分で出版社を作って出してるような方だったんで、まあ何ともあれですね。で、まあ彼は結局、最後まで僕は、愛媛新聞の記者だ、愛媛新聞ですよね。愛媛新聞の記者だと思ってたんですけども、その後愛媛新聞に確認したところ、記者でも何でもなく、ただの営業だったって、そういうのを知って、まあ、なんとも何重にもこう騙してくるんだなっていうのは、こう、思いました。まあ、騙された方も騙された方ですけれども、まあ、なかなか、一つになっちゃいけないなっていうふうにちょっと思っています。まあ、今回以上ではい、す。はい、ありがとうございました。眠いですね。なんか、あまりにちょっと違う世界で、はい、出ちゃいました。もう一個作っとこうか。